議会調査局ロゴ議会調査局は1970年からアメリカ議会図書館に置かれる立法補佐機関。前身の立法レファレンス局は1914年に設置された略称 CRS。議員や議会委員会などの立法活動を助ける情報提供や調査依頼への回答などを行う。年間予算配分額は2014年度で1億535万ドル。 経理財団からの寄付は5億8000万ドル以上。1990年代初頭には事務系職員約300人と専門家約800人を要した。ABCDE1589 から100周年を迎えた米国議会図書館議会調査局カレントアベアネス。 ee number、no. 263-2014.0724エビー鶴田博美現代アメリカ研究の貴重な手引きアメリカ議会調査局資料について関西大学図書館フォーラム第4号1999.06ピアニッシモ23から25ハットアニアルレポートオブザコングレッショナルリサーチサービスオブザライブラリーオブコングレスフォーフィスカルイヤー2014 ありがとうございます。